さあ追いかけるぞバイオハザード6だ。走れ走れ走れ、えいら待ってろ、お前のその体を全部ひんむいてやっからな。俺がそのビームを堪能してやるんだズーということで、今のも含めていいねと思っていただけたら、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから動画進めてください。さあオープンセサミー、ありがとう。使っちゃったんだライフルの弾、だから帰ってきたよね。てかめっちゃスポットライト当ててくれんじゃん、ありがとう。もう超目立ちたがり屋だから、さ超目立ちたがり屋だからすごい気持ちいいっていうか、でもやっぱりライトに当たるってなんか火に焼けてるみたいな感じで超熱いって感じ。さて開けよう。大地、うお大地早っ。大地なんか秒で来るよね。よいしょっと、くるっと折り返って敵は出てくる。ん？あ、ここか、しまったな。あ、なるほど。いやごめんなさい、前回パートここまで来て隔壁じゃないや、階段下ろしたとこでやめりゃよかったね。なんだ1分少々でここ来れんじゃねえか、ミスったわ、全然覚えてなかった。船の中申し訳ないっす。わかった、各隊にもう少しの辛抱だと伝えてくれ。はい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 、いやーなんかうん、やっちまったね。裏特に確かいつも行くけど何もなかったなって気がしたんで、こっち進んでいこう。で、なんか多分敵がまさか出てくると思うので、寄せ付けない。寄せ付けない。やばい、全部外れてる。直接ぶち込んだものの勝ち。あーはーはー、なぜか出てくる戦闘機。Are you kidding me? なんか、ね。I think we've overstayed our welcome. この中で飛ばして、あの中でチュドーンって爆発してくれたらもっと面白かったんだけど、まあ、そうはイカが下ろさなくてね、イカのトイヤのタコライス。やばい、行きたいな。このくらいの季節だったらまだギリギリ暑くなりすぎないでさ、ちょうどいいくらいじゃん。なんならその大阪とかさ、京都とかの関西地域と比べるとまだ沖縄の方がさ、基本的にもさ、あのそこまで高くないし、若干さっぱりしてるっていう感じするよね。さあしまったな。さて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 進んでいくしかないで、ゴンキはね。隊長お帰り、俺と一緒にやらない。あさあ進め進め進め、こっちから迂回していけない、戻る。ごめんなさい、こっち行き止まりだった。ということで、あの先にここにいてるやつらをぶちのめしてから行くゴンス。いる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 。意外とね、爆発のね、しょぼいんだね。全然当たってくんないし。オッケー、砕け散った。地味にダメージ受けてんだよね。はあ、喉が相変わらず治んない。もう1週間くらい治ってないよ。やばいよ。バイオやばいよ。よしよしよし、向かってって向かってって向かってって、ここでこっちに入るとしっぽいってなっちゃうんで、新しい敵が出てくるボスから、ここでしれっと、あれ隊長、隊長、隊長いないぞ。隊長なんか 赤文字になってるから、なんかやられたか誰かに。隊長、隊長が一緒にいてくれたらすごい心強いんだけどな。全然来ないね、隊長。あれこっちの方はあれだね。なんか飛行機というか飛行機の機関銃は飛んでこない。なんか1パートで一発以上は隊長ぶちのめしとかね、散々振り回されてね。ネタバレするとこのピアクも振り回された挙句なっちゃうからね、本当に最強の戦士になるんだけどさ。さてさて、こんななんかコックピットみたいなね、この船の操縦席はどこなんだろう。操縦席って言い方で合ってるんだっけ。友達が、友達に航海士がいる。同じ部活の同期で。同航海士。なんか、本当にあの、船に、やばいやばい、隊長がリンチ受けてる、隊長。行って、行って、なんだ？ああ、まあ隊長のリンチ見てんのにさ、お前、空気読めし、ちょっと、砕け散れ、滅びよ、そして蘇れ。バイ、テニス。あれなんかテニス王子様のさ、作者って、あの、車椅子生活になったんだっけ？なんか、そんな、あれちょっと待って、カウンターが出なかったし。で、
あれだけテニス大好きでご自身でもテニスやられてるみたいなこう話とか聞いたことあったので、そんな生活になってたとしたらだいぶやばいよね。もともとなんか腰に爆弾を抱えてるみたいな、なんかそんな話も出てた気もするんだよね。だからそれがついに爆発してしまったから、だからなんとなくさ、なんとなくというか全く同じ状況ってわけにはいかないけど、すごい気持ちがわかるというか、気持ちがわかるって言ったら失礼かもしれないけど、僕もね中学3年生の時にヘルニアやっちゃって、でそれ以来もう今30だけど、もうだからもう人生の半分ヘルニアなわけさ。でね、相当やばいんだけど、でそのヘルニアになっちゃうとなっちゃった時に、その医者に言われたのは、まあ、治る、完治することは難しいと、うん、感知することは難しくて、でまあ、じわじわとこう悪化、症状が悪化していくと、でそれがついに爆発してしまった時には、あ、倒せるんだ、しまったな、初めからやっとけばよかったね、そしたらもっと楽だったね、そう言うには、その物価が爆発してしまったら全くの寝たきりの生活、要は下半身が動かなくなっちゃうから全くの寝たきりになるか、もしくはあの車椅子の生活になるから、それはもうちょっと覚悟しなきゃいけないっていうことを言われたことはありますね。なのでかし、あなたが私にくれたものを強化されたし、ウイルス同じことか、ただ人間でなくなるだけよ、カッコハート。怖いよね、全人類。全人類から10分ずつだけ寿命をもらい、君の中どうにか埋め込めやしないのかい、それか僕の残りの命を二等分して、片方をあなたに渡せやしないのか、そしたらせーので来世に乗れる、ルル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 。1年ちょっと前くらいのあれかな、曲だったかな、確かね、うん、ラッドウィンプスのね、はい、いや、ラッド好きな人からしたらわかるんですけど、ガスガスの声でいいかもしれないけど、そんなこと言わないでさ、僕と拍手中しない、hey. やばい、Hurry. 咳が出そう、Hurry. 隊長、okay. まだ早く隊長、右手かっこよく上げるのは分かったからさ、おめえを待ってたんだよ、やばい、隊長がなんかの匂いを嗅ぎつけたぞ、ほら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 、急に警戒始める、あ、早着替えリーダーだ、青い服から赤い服になってる、そのズボン脱がしてみてもいい、本物いけ、撃ったらいいじゃん、もうそこに。ダメージ。めっちゃおもろいわ。じゃあこっちから迂回していきましょうかね。うわ、ちょっと近い、いや、ああ、やられた、骨のさ、向きってすごく大事なんだよ、痛かった、あ、そうそう、腰の骨とか背中の骨って普通その平行になってるんだね、それがヘルニアとかの人って、まあ、その全部が全部そういうタイプだとは言うわけじゃないけど、僕の場合はその腰の一部の骨が、あのこうなんていうの、例えば腰の骨って確か7個違うの、5個か、首が7個の背中が10何個忘れたな、で腰が5個とかで、その5個のうちの何番目とかっていうのが若干右に下がって斜めになってるんだよね。でそれってどういうことかっていうと、その斜めになっていくとどうしてもその角度に向けて、いや危ない、飛んできた、そのちょっとずつちょっとずつその骨がずれてくるわけさ、あの右にスライドして右にスライドしてって、その右にスライドし続けてしまうと最終的に神経を傷つけたりとか、神経に悪影響を及ぼしてしまって、要は骨が直接神経に当たっちゃうから、そうなるとその、あの神経に直接骨がねゴリゴリって当たるってことは、もうとてつもない激痛が走るってわけだから、そういう状態になってしまうと、とてもじゃないけども痛みで歩くことができなくなってしまうから、だからあなた寝たきりになるか、もしくは下半身不随で、あの全くベッドから動けなくなるよっていうふうに言われてると、今そういう感じなんですよね。だから皆さん、あの普段から足組んだりとか、例えば立ってる時とかに右とか左とかにその体重をかけて立ったりとかする場合、あるいはあのエナメルパックだっけ、あの片方の肩にさ、片側の肩に
バッグかけてる人とかいいじゃないですか。それがその女性のしてるような小物のバッグとかだったら何ら問題はないんだけど、部活とかで使うような大型のバッグみたいなのとかだったとすると、即座にやめて、できればリュックサック形式で両肩に同じ負担がかかるようなバッグに変える方がいい、そういう話なんですよね。じゃないと片側に寄ってしまうと、僕のようなその 骨がずれてってしまって、最終的にその歪んだせいで痛みが、その骨がずれて神経傷つけて痛みが半端なくなっちゃうとかっていうのがあるので、だからそれ気をつけないとやばいと。だからもしくはそのどうしてもエナメルが好きなんですよというような方の場合は、その今日右足、あ、違う違う、今日右肩に乗っけたから明日は左肩に乗っけるとかっていう風に、こう負担がこうできるだけ分からないように、まあ本来はそれも良くないんだけど、っていうようなバッグの持ち方をしてあげるのがいいという感じなんですよね。だから皆さん健康は本当に気をつけないと。僕今咳がひどくてまともに会話もできない状態で、あまりにも咳がゴホ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 うるさいから、子供と嫁さんといつも3人で寝てるんだけど、それとも別れてね、今 別室で2人の眠りの妨げにならないようにっていう、あとまあちょっと横になって寝るのがあまりにも辛すぎるっていう感じになってるから、まあ、そうならないように、いる、ああ、エイダか、なんだ、ただのエイダだそう、いるっていうのもあるんでっていうのもあるから、だそうなるとやっぱり周りにも迷惑かかるし、健康でいることっていうのが一番なんですよ。前も話したことがあるかもしれないけど、日本人の寿命が 84.3 歳って世界で一番、まあ、それ男女合わせてね、女性だったら90歳、男性だったら80歳、まあ、厳密に言うと79と89だったらはずなんだけど、なんだかそう、おうおうおお、ご乱心ご乱心ご乱心が来た、そうっていうのがあるんで、なんだっけ、 84.3 歳で世界で一番寿命が長いというふうに言われてるんですけど、ライダーキックで入ってくる、やって、もう走って向かってくんねん、お前、俺が何の武器使ってくしててはってきたな、これこそまさしく自爆、そっちいたの気づかない、あれ、まだいる、あ、いるね、いてててててててそう。ところが健康寿命っていうのが、その平均寿命に対して、要は本当の寿命に対してマイナス9年らしいのよ、まあ、9年から10年くらいの間だって言われてるよね。ってことは75歳前後くらいから、もう誰かの介護が必要になったりとか、まあ、介護とまだいかなくても、こう誰かと一緒に生活をしていないと、こう普通に自分だけでは買い物に行ったりとか歩いたりとかっていう生活がまともにできなくなっちゃうような健康状態になっちゃうから、10年って長いぜ、うん、それはさ、75歳まで行った後の10年なんて、もしかしたらさ、もうあっという間に終わる人生なのか、 あっという間に終わる 10年なのかもしんないけど、冷静に考えればさ、10年って言ったら中学校卒業しね、小学校から考えたら、小学校入って高校1年生が終わるまでを10年って考えると、ものすごく長いじゃないですか。それだけの期間ずっと不自由でいるっていうのはまあ大変だと思うんで、それを考えるとやっぱりね、健康で長くいられるっていうことは、まあ、寿命がね、どれだけ長いか短いかっていう、そもそも生きる死ぬの話にもかかってくるかもしれないけど、まあ、それをちょっと通り越して、うん、そういうのが大事なんじゃないかなと思うんですけどね。さっきからもなんかじらしプレイするよね、本当にね。もう、まあ、そんなにイチャイチャしちゃうのかな。早く触ってよ、早く触ってよって言っても早く触ってやんない。で、向こうが触ってほしいって言っても触ってあげないで、あ、もう触ってもらえないのかしらのらの時に、チラってさ、まだまだまだガッツリさ、まずさ、あーって、また、高ぶって、じらして、周辺をなぞって、こうなぞりながら一瞬だけまたつるっと触って、それを3、4回繰り返して、もう無理ってなったところで、グリ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 、何の話をしてるいやいやいや、虫どもにグリ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 襲われてる。あー、助けてー、キャー、プレイ、プレイ。お、本体ゲーキだ、成功。よし、あざっす。っていうねところでございます。いけない。アホな話したらこういうことがよく起こるっていう、ね。ヒューチン。Playing with us。俺たち振り回して遊んでやがる。遊んでるわけじゃないんですよ。じらしプレイをしてるんですよ。ね、男だってさ、ほら触ってほしいところがあるとかあるじゃないですか。割れ目とかさ、ちょっとかさ、そういうところをさ、こうなんかツンツンってさ、あ、早く早く早く。
くるく、早く、く、く、くわ、くわ、くわ、く、あーみたいなことってあるじゃないですか。それと一緒オッケー、まだ来るでしょ、いるんだろ、キャ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 、発生してる、発生してる、こいつはなんて言ってあげたの、マルタン星人じゃない、マルタン星人はあれだもん、頭が慣れて、あーやばいやばい、発狂マジ、発狂マジ、ふい、ふい、紙が飛んでる、まあ、あの紙っかだけなんだ、不思議なもんだよね、人生、不思議だに、と、ああ、入ってる、あざす、あざす、よいしょ、これで、こいつも装填、こいつも装填、ああ、ここか、ここだね、操縦室。操縦室というか、相関室っていうのか、多分そうだよね。ここが多分、全体の、なんていうか、ちょっと、全然違うな、全然。やばいやばい。隊長の、隊長の言うこと、古虫して、隊長も急に作戦を変更。痛い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 。大主義ホールドやめて、そんなセクハラ嫌いなの。俺は女にやられたい。どうせやられるならその向きで女にやられたらどれだけ天国貴様知っているのか、あこの仮面の少女、あ少女だった、やばい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 、中道痛い痛い痛い、あれこいつ、こいつ全然うりゃ、さあプルプル回すと、これもしかし元に戻って、うわーまたゼロからか、ゼロトラスト痛いやタランチュだやろ、タランチュタランチュ、あららら、なんかすっげえかぶってる、お前が死ぬんかい、そっち行くんか、できる正面の方かと思う、あやばいやばい、ゴリラが、あちょっと待って、ご乱心になってる、ご乱心になってる、ああありがとう、隊長早っ、あれかやっぱパワーの差か、そういう実はしれっとキャラ性能の差があるっていうことなのかな、これ敵追加できてるのかな、大丈夫、大丈夫そう、よし、じゃあ登ろう、テク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 、登りグッと、これいつもね片側だけ開けたら両方とも開くっていうね、あれこれは壊す、ってことはやっぱあそこだね、残り1個はね、うん、これは多分次回パートでお届けするっていう感じだと思うんですけど、いやーまあそれにしても、でもこれアハ体験みたいなもんだよね、ほんとね、気づかないもん普通に、初めてプレイした時にエイダが死んだ時に、あれほんとにエイダ死んだじゃんと思ったけど、こう2周目3周目ってやっていくにつれて、まあ2周目かとかやった時に、あエイダの服装が違うっていうのにやっぱ気づくのってそういう時だって、エイダ Still haven't had enough, huhEven after losing all your men again. 始末しましたよ。With your track record, バイオテロ。I'd hate to be a member of your team. 撲滅するためには、それが大事なことだからね。それが大事なことだからね。Where are my manners? I mean, really, I should be thanking your men for being such good test subjects. 大変でございますよ、本当に。隊長もね、自らの葛藤もありつつも、でもやっぱ隊長としての業務もこなさなきゃいけないし、 BSA の使命もこなさなきゃいけないし、でもなぜか BSA はなんか別の組織というか、なんかね別のおっちゃんに乗っ取られてる感じがするよね。別の空母ね、そういうのがあるんだもん、大変だよね、ようここまで用意できてね、1階の研究員だったっけか、ね、一体何人の男と、そういうこと言っちゃってやるということを言うと、今の時代は本当叩かれるから、違うんですよ、あのね、違うって言い方は良くないね、違うっていうか、もう言ってしまったことに関してはもう完全になる謝罪なんですけど、申し訳ありませんでした。あのね、最近女帝っていう漫画を読んでて、
1日1話ずつ、あれ何百話あるから読み終わるの1年くらいかかる計算なんだけど、まあ、ポイント使ってちょっと早く読み進めることもできる、まあ、そういうドロドロっとした世界なんだよね、まあ、それをしないでのし上がっていく主人公を描いた世界ではあるんだけど、してるシーンもまあ、あるっちゃあるけど、うん、なんかどうしてもそういう世界がね浮かんでしまってね、今そんなんしてるのかな、でもしてるんだろうな、どうなんだろうな、わかんない、そこら辺に友達、まあ、元友達というのはもう卒業してから、中学卒業してからまとめにかかってないからもう15年くらいか経ってないけど、一人なんかホストになったやつがいて、同じバスケ部だったやつ、中学校の時にそいつがなんか大阪の方でなんかどっかの店のナンバーワン買って、今自分で店を持ってんのかな、オーナーっていうのか、なんかもうなんか何千億何億って稼いでるとかっていうらしいけど、そういう世界にも行ったやつがいるから、そいつがねどんな人になるのかわかんないけど、まあそんなところっすよね。Alpha team, this is HQ. 友達伝いで聞いたのは超女性を助けるっていう、今はやっぱ枕に落ちている噂は聞いてるんですけど、Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. あるけど、ちょっと、県だから気をつけなきゃいけないですね。はい。という話をしたところでですね、ちょうど、まあ、このパートの最終地点まで来たところになりますので、一旦ね、この辺りで、ね、収録させていただきたいというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたらと思います。そのためにもね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、お待ちくださいませ。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。溶かしてやる。うれ。